です。まもなく試合開始です。まず守ります。有吉メッツのピッチャー金子くん、キャッチャー石倉くん、ファースト本田裕介くん、セカンド山田くん、サード安住くん、ショート平井くん、レフト高橋くん、センター渡辺くん、ライト水越くん、審判は中心木田さん、塁審は一塁川北さん、山田さん、三塁、鈴木さん、以上です。今井ジュニアビーバーズの攻撃は1番ショート橋本レオくん、ショート橋本レオくん、背番号6。2番センター佐瀬くん、センター佐瀬くん、背番号8。
ショート橋本レオくん、レフト妻倉くん、センター佐瀬くん、ライト竹中くん、背番号10。
有吉ミッツの得点は0。Thank you.
ーロyou
君、ファースト今野優星君、背番号3。Thank you.
ットあれセンターなろジュニアビーバーズシートの変更をお知らせいたします。ピッチャーの川口くんがライトへ、ライトの竹中くんがセンターへ、センターの佐瀬くんがセカンドへ、セカンドの落合くんがピッチャーへ、それぞれ変わります。2番セカンド佐瀬くん、3番センター竹中くん、5番ピッチャー落合くん、7番ライト川口くん、以上のように変わります。3番キャッチャー石倉くん、やったー！
表、今井ジュニアビーバーズの攻撃は8番ファースト橋本玲さん、ファースト橋本玲さん、背番号3。
三回の表、今井ジュニアビーバーズの得点はゼロ。攻撃は4番サード安住くん。Thank you.
さん、ライト右越くん、
イツの得点は2。
5番ピッチャー落合くん。ピッチャーの山田くんがサードへ、サードの安住くんがピッチャーへ、それぞれ変わります。4番ピッチャー安住くん、背番号5。8番サード山田くん、背番号4。以上のように変わります。
今井ジュニアビーバーズの得点は1。いたします。先ほど代走いたしました柳くんがそのままレフトへ入ります。6番レフト柳くん背番号0以上のように変わります。4回の裏有吉ネッツの攻撃は2番ショート伊沢くん、
の表今井ジュニアビーバーズの攻撃は8番ファースト橋本蓮さん。第2試合、小中大 JBC 並びに幕西ファイヤーズの両チームにご案内いたします。監督さんとキャプテンはメンバー表ご持参の上本部席までお越しください。繰り返しご案内いたします。小中大 JBC 並びに幕西ファイヤーズの監督さんとキャプテンはメンバー表ご持参の上本部席までお越しください。
有吉メッツの攻撃は5番レフト高橋くん。並びにシートの変更をお知らせします。
くん。小さな変更をお知らせします。ピッチャーの水越くんがファーストへ、ファーストの安住くんがピッチャーへ、それぞれ変わります。4番ピッチャー安住くん、背番号5。7番ファースト水越くん、背番号1。以上のように変わります。5番ピッチャー落合くん、はい、
加藤君に代わりまして、今度、ゆうすけ君が入ります。
1番ショート橋本涼君。セカンド佐瀬くん。5番ピッチャー落合くん。
スの得点は9。交代並びにシートの変更をお知らせいたします。先ほど代打いたしました伊藤君がライトへ入ります。ライトの沢口君がピッチャーへ、ピッチャーの落合君がセカンドへ、セカンドの佐瀬君がセンターへ、センターの竹中君がファーストへ、それぞれ変わります。2番センター佐瀬君、3番ファースト竹中君、5番セカンド落合君、7番ピッチャー沢口君、8番ライト伊藤君、背番号7、以上のように変わります。6回の裏、有吉メッツの攻撃は8番サード山田君、